まは。まあ毎日暑いけど熱中症にならないように。気をつけてください。ドラゴンクエスト11、杉下力士、時を求めて、エース。前回俺は魔王を、前回すごかったんだよな。前回魔王をさぶっ殺したんだけど、ぶっ殺した後に。なんかベロニカが蘇るだとかいう甘い誘惑に負けて過去に来て、過去に来たベロニカが死ぬ前の世界に来て俺杖状態で転生し魔王をぶっ殺した。そしてベロニカがいる状態である。大変よ。今からハニチェが神のようにメタルスライムが大量発生するんですって。さあ狩りの時間よ。うふふ、腕が鳴るわ。マジでメタルスライムか。行く？もう悪くないな、メタルスライム。あのエマの横にいる犬無駄に強いから、エマも薬草を使いまくってくれるし。てかスキルだとか治ってないかな。うざけんなよ。ここまで行って若くしたのにさ、戻されてさ、俺はこれをさ、すごくいいことだと思うけどさ、あ、クソじゃんっていう人もいるぞ、多分これ。お馬さんが来てくれた。何がいいかって言われた時に曲がいい。だから僕はイルヴァを評価しない。これは3の曲なんだよ。素直に良かったっすよ。今のは良かった。でもこんなのさ、ちょっとさ振り向いて旅立つぞって雰囲気を出してさ、この曲が流れて髪がサラサラだったらさ、いいじゃん。全然なんだろうと。マジでこの曲の偉大さがよくわかる。まあ3の曲だけど、あの開始の部分はオーケストラバージョンじゃないと入ってなかったかな。デルカコスタ地方、え、ちょっともう一回聞きたい。あ、録画しときゃよかった。なんか今のシーンすごくなんか第2章が始まった感があった。また冒険が始まるみたいな。あ、待って、戦闘曲とかも変わってねえだろうな。なんて大きさなの。様子を見てこいとは言われたが、こいつはぶったまげたな。何なんだよ、あの黒い物体は。表面からまがまがしい気を放っています。聖なるものでないのは確かですわ。あれが勇者の星なのかしら。このまま放ってはおけないけど、空の上にあるんじゃ
どうしようもないわ。勇者よ。あ、お困りのようじゃな。いい人そう。生きていたのか、ウルノーガ。声だけ一緒で見た目はちげえと思ったらまんまウルノーガなのかよ。このわしがウルノーガって、ま、そうか。お主らにはわしがウルノーガに見えるのか。わしはお主らの世界では預言者と呼ばれている。嘘つけ。預言者だと。これを信じたらバカすぎるぞ。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。動画で嘘じゃん。そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。とはいえこの姿では落ち着かんじゃろう。騙されるな。ウルノーガは変身できたはずだ。騙されちゃダメだ。わしには見える。お主らが神の使い、そうか、変身能力って最強だな。天空の民と出会う姿がな。神の使いケトスに天空の民だと。なんで最初ウルノーガで出てきたんだ。わざわざ不謹慎だろ。伝説の笛の音がかの地へ導く。わしが言えるのはそんなところかの。ちょっと待ちなさいよ。全然わからないわ。ちょっとよくわからないです。残された時はわずか。ぼんやりしている暇はないぞ。さ、行くがいい。ちょっともうちょっとさ、俺ぐらい説明の仕方が減っただろう。ああ、ちゃんと言え。笛って言われてもこれしか持ってないし、何か心当たりある？めちゃくちゃあります。あ、ないって言えばよかった。他にあ、くっそ。試しに吹いてみれば。ないって言ったらさ、まずベロニカちゃんが吹いた後に俺に回ってきたのに。飛ぶですって。あれが神の使いケトスなのでしょうか。いや、ニヤニヤが止まらないと。驚いてないのね。預言者に会ったのも面白くてしょうがないよな。クジラを呼んだのも自分はもう見てるのに。初めてじゃないみたい。まあいいわ、私たちはいつも通りあんたについていくだけだから。それじゃあ行きましょう。あの空飛ぶクジラに乗って天空のタミックのに会いに行くわよ。どうなるんだろうな。なんかあれ、すごくシステムなところが、システム的なところが気になってる。セイナとベロニカが弱い点。セイナって強くなるのにベロニカとの合体だったじゃん。え、もうなんか今回覚醒ないのかな、別に。こっちの世界では。あっさり入っていっちゃうよ。あれ？何って言ってたっけ今。やべ、分かんなくなっちゃった。話を聞いてないっすって。あれか、あれだ。でもさ、よく考えたらこの綺麗なところ飛ぶの初めてじゃない。崩壊後の世界を飛んでたけどさ。
んだよここは。町ごと空に浮いてるのか。いにしえの昔、生き物たちは大樹の加護のもと長きにわたって繁栄し、我ら神の民も大樹のしもべとして平和に暮らしていました。違うやつがいるよ、うん、こんなやついなかった、うん、ですがある日、闇が空を覆い、遥か天高くより最悪が自己紹介では何もしないでいきなり喋り始めるもん。びっくりするよな。最悪の名はニズゼルファ。地上に現れた黒い太陽、あれはニズゼルファの復活を示しているのかもしれません。大変じゃん。ニズゼルファとは、かつて地上を地獄に落とした最悪なる邪神の名。ケトスを操りし勇者よ、事態は一刻を争います。さあ長老様のもとへお越し。預言者の言っていた天空の民とは彼らのことに違いあるまい。黒い太陽、あれは勇者の星ではなかったのか。とにかく長老に会ってみるとしよう。もう一周やり直すなって言ってるべくない？ウルノンがぶっ殺して、すぐにあの太陽の下にいる、あいつを、あいつを阻む。下に埋めたりする。これで、こいつら、待って待って、なんでこいつら生きてんの？あ、そっか。あ、そうか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 、世界史が滅びなかったからだ。いや、よかったじゃん。なんかたった一人だけ残されててすげえかわいそうだと思ってたんだよね。あまり悲しいんじゃなかった。サルノーリ、祈りノーリ、ササゲール、めぐりめぐりめぐりんぱ、あいつはどこ行ったんだろう。なんだこれ、怪しいな。一番最後に生き残ってさ、どこ行ったんだろうね。真ん中にいんのかな。クワナが泳ぐ空魚という魚を釣るためにずっと糸を垂らしてるんでやんすが、なかなか釣れないでやんす。さっきのラスボスのデザインもう一回見て、あ、なんでいけねえの、入れないんでやんすけど。里の奥に浮島だなと思って、あ、そっか。うん、なんだこれ、マジか。カメはちょっとどうだ、ここは何8個もあるだと。これはやばいぞ、全部回っていかないと。いや、住みづらいな、これはな。あ、悪いスライムじゃない。緊張して体が震える、おしっこ漏らしてしまいそうだ。本当に人間だ、すごい。初めて見た、人間ってこんな形なんだね。スライムはどうやってこっち来たんだよ。こう見えても俺は痛いけな子供たちを追っかけ回す極悪スライムとして有名だったんだ。だから神の民の里に来てからは、里に満ちる聖なる気の影響を受けてな、すっかりいい魔物になっちまったよ。信用できるか。悪い奴は自分でそう言って言うだろ。すぐ塗ってそう。うわ、やべ！うわ、ちょっと強そう！あー、てか強い！セラフィムスティッキ。火力がやべえ。雷属性攻撃。これ槍やべえぞ。あれ、なんか槍が最強装備だったからな。たまに選手の守りはさすが、これ魅力が上がんなきゃそもそも意味がない。うわぁてか、グレイグなんでそんなカスみたいな語彙力なんだ。待って、グレイグって装備引き継いでないの、お前。は？
なんでグレイグだけこんな状態なの。あ、これだ。ジェネラルセット。覇王の斧ってこれは、プラス3にすると132、プラス21上がるとして、これが9上がるのか。で、なんか何にもサブ効果がない。攻撃が上がらない。単純に火力が高いだけの。それによってギガントアックスは、MP が上がり、魅力が上がる効果と 10% のキノコ力を下げる効果がついているので、まあいいかな。え、薬草食べちゃったの？あれ食べるとオスがズッキーニが入ってくるのに。おい、ふざけんな。今の斧との二刀流にするか。これ見た目かっこいいね、確かにな。三日神のうわー、え、ミカガミのタレントとかもう見せ入り最強ですよって感じ。やだ、ミカガミの盾なんで、これ。なんか、ミカガミの盾女の子に潜みさせるんならいいけどさ、グレイグに潜みさせたくない。うわ、普通に強そう。うわ、強い。ミラーアーマー。うわ、強すぎる。え、俺何する？カミューとか何でこれ。カミューが終わってる。神あれか、アイテム落としやすいやつか。さあ、アイデンティティだな。天使のローク。即勝 50% ですけど、全ての属性は18%。え、最強か？ふざけんな、俺は作りてえんだよ。まあいいや、もう。俺は作成したい。なんか最強装備感あるね。なんか違うんだよ。宝箱がいっぱいあるから、あるって言われてるからさ、最初に買うべきじゃねえんだよ。でも何もねえんだよ、神が嘘ついたせいで。ロトゼセ、ロトゼタシアの歴史、時空の塩。我らは神の民の一族に伝わりし伝承、かの時代よりこの地にあり続ける、時間のほたれをここに記さん。ロトゼタシアの大地で生まれして、悠久の時間を紡ぐ精霊、その名は失われた時の化身。失われた時の化身が守り師は、黒煙を司る、神聖なる光。その光に輝き燃える時、悠久の彼方に失われし者が大いなる復活を渡さ。はっきり書き、失われし者って何なんだ。失われし者とは、人間か、はい。やはりそうか、人が殺されるくらい久しぶりじゃん。何十年何百年、いや、もっとかな。すげえじゃん。わあ、宝箱がいっぱいあるのにないと思ったらこんなところにありやがる。うりゃうりゃ、俺はチョロ様の用心棒だ。チョロ様に失礼があれば俺が許さんぞ。なんで今のまで落馬したことを思い出すん。どっすんどっすん、さあ悪い奴はどこだい。千代様に去られて嘘しないよ。スライムライト可愛いしかっこいいよな。こちらが我らが、あ、左のやつ、イゴルタプ様です。覚えてるか。長老様は神話の時代から生きている方だよ。普段は深い眠りについておられるから、めったに目を覚まさないんだ。いいなぁ。神話の時代から生きてたら、デタラメを言っても史実になるよね。と思いましたが、仕方ありません。この里に伝わる神話について、ザメハ、私の方からお話ししましょう。こちらの壁画をご覧ください。古の昔、邪悪の神ニズゼルファは命の大樹に眠る大いなる力を狙い、このロトゼタシアに現れました。
邪神は大勢の魔物を引き連れ、邪悪な正気で地上を汚したのです。世界は滅びの時を迎えようとしました。しかし万物の創造主たる命の大樹はこのことを予見し、一人の救世主を地上に使わしていたのです。それが俺だ。その者の名は老主。そして俺が老主だ。あなたの祖先、伝説の勇者です。老主はケトスの背に乗って大空を舞い、広大なロトゼタシアの大地をめぐって共に戦う仲間を集めました。そして戦士ネルセン、賢者セニカ、魔法使いウラノスという頼もしき3人が勇者のもとに集ったのです。4人は力を合わせ勇者の剣を作り、邪神討伐へと向かいました。いやすげえな、仲間も4人だし武器も自作して、ついに邪神を倒し平和を。俺たちとレベルが違えよ。その話が本当ならば、倒したはずの邪神がなぜ今になって復活したんじゃ。残念ながらそれは私にも分かりません。ですが勇者が生まれた意味は分かります。あなたと邪神は表裏一体、邪神を倒すためあなたが生まれたのでしょう。しかし一体どう立ち向かえばよいのか。苗木じゃよ。誰だ。ん、あ、長老か。おお、長老様がお目覚めだ。みんな静かにするんだ、長老様がお話になるぞ。大樹様の苗木を頼れ。苗木が全てを知っておる。大樹様の苗木。そうか、そういうことか。あなたにお渡ししたいものがあります。入り口にある太陽の神殿に来てください。西戻され、なんて宝箱がくれないの、ね、ていうかさ、ウルノワの言ってたさ、ウルノワの言ってたさ、なんか時間を遡ったのはお前だけじゃではないっていうのってさ、あ、別件だよな、絶対この星とは。星とは別件のはずだよな。あれは何だったんだろう。ちょ、道がわかんない。こっちで合ってるかな、苗木の方。苗木でこ、こうか。こう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 。で、てか、なんか勇者の星見えないんだけど、どこにある勇者の星って。背を持った女性の石像がある。あれ、あ、こっちじゃなかった。間違えたわ。この子欲しいな。老子。ロトでしょ、ロト。スリーじゃん、スリー。スリー感あるわ。ウラノス。これちょっと上げていいの、これね、これについて何か言ってくれよ。これについて、これは何なの、これ取っていいの、これ。え、絶対伝説の武器とかじゃん。上げちゃうよ、上げちゃうよ。ちょ、インパスですか、インパス。どれか一個でいくとはかもしれない。エンジェルワンピ。ああ。最後の鍵、うわ、やべえ。覚えているか、俺は。最後の鍵来た。小悪魔。ああ、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 ああ。
ちか。行くぞ、あ、行くぞ。うわー、かわいい。う、これやばいよ。え、むしろさ、俺ベロニカがこっちだと思ってたのに、セーネがこっちなんですか。あ、これはやばい。あー、やばい。あ、行く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 。あ、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 なんていいんだ、なんて艶やかでいいんだ、艶やかでいいと思わないか、いいと思わないでくれ。俺だけがちょっといいと思いたい。いや、俺だけがいいと思いたいんで、ちょっと思いすら独占したいから。じゃあ、いや、こっからさ、僕は最後の鍵によって、てか待って、やばいぞ、ここやばいぞ。天空人はセンスがある。やべ、天空人はセンスがあるから、あと3個、あの建物の中だな、ちょっと奪い取ってやる、すべてを。流れ話しかけてみるか。なあ、え、かわいいんですけど。ふう、ね、どっちがかわいい、どっちが好き。俺グレイグちゃん。うん、いやー、でもやっぱセイが強いな。いやー、セーニャが、ね、セーニャってさ、平坦なところから上がってこない？なんかやっぱりベロニカと比べるとなんか地味に見えちゃうっていうところから始まり、その後マルティナっていう、いう強キャラが来たところもなんかこう平坦、常になんかもう普通普通で尽きてからのこう、この普通普通だけど常にこう上がり続けていき、いつしか自分の、マストになってくる。それがやっぱりグレイグちゃんだよね。真ん中行こう。太陽の神殿。最後の鍵で開ける作業してよ、早く。あちらの苗木は遥か古の時代からこの地を見守ってきた。でもあれ見たんだよな、俺全部な。